bike!全然聞いてなくない？ねえユーリ、さっきから何見てんの？ん？これこれ、あやも見てみ。見たいテレビやったのに。Thank you.
う死んでいるの。ここに行っちゃいけないのよ。ね、みんな一緒だから行きましょう。怖くないから。先生だよね。うん、わかった。一緒に行く。バイ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 。ゆみえちゃん、ごめんね。遊んであげられなくて。お、なんか用？あのさ、こないだ行ってた渋谷の店なんだけど。あそこに哲也さんが。なんであんなことに。誰あれ、ミオ？何言ってんの。お前が。ミオ、どういうこと。お前じゃない。今の声。邪魔なんだよ。ミオ、どうしてこんなところに。ユーリー、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 ユーリー。 You are better.
ナオコは俺を待っていてくれたのか。サトシ、どうしても会いたかった。会って渡したいものがあったんだ。あんな別れなんて嫌だよ。待っていてくれたんだな、ちゃんと俺を。待って、今度は連れてって。私も行くよ。なんか。サトシ。ここに。うん、バイバイ、チエコちゃん。ユーリ、おいで。これでずっと一緒だ。パパ？パパなの？ユーリ、おいで。これでずっと一緒だ。あいつ何やってんだ？ユリ！かなりな。ちょっとどうにかしてよ。穴の横れ、ユーリ、あんたのせいでしょ。どうにかしなよ。んなこと言ったってもう嫌。マサ、やべえだろ。私をここに眠らせておくれ、永遠に。何これ、ここでこの町で死んだってこと？でも私が恨まれる覚えはないよ。一体誰のせいだ？お前のせいだ。
ビーな一日だったね。一言言わせてもらうけど、今までのって結局全部あんたのせいってことになんない？どう考えてもそうとしか思えないんだけど。私もマサってば的確じゃん。やだな、そう言われればそうだけど。でもいい体験したでしょ。私がいなかったらできなかったよ。3人とも運がいいね。で、随分と冷たい視線が。わかったって。そんな皆様に新しい企画、みんなで行く心霊スポットツアー。これなら一緒。ほら、今度の連休あたりみんなでどう？私が美咲から情報仕入れとくからさ。あんた一人で行ってきな。もう私はごめんだよ。俺ももう遠慮しとくぜ。ユーリ見捨てられてやんの。ちょっと二人とも、付き合ってくんないんだったらこの写真ばらまいちゃうからね。いいの？あんなこと言ってるけどどうする？ユーリ、ちょっと見せてみるよ、それ。お、乗ってきたね。なんてことすんの？お前バカか。渡せって言われて素直に渡してんじゃねえよ。単純だよな。いいよいいよ、どうせネガは私が握ってんだからさ。ユーリ、そのネガ私がこの間処分しといたから。あんな机の上に出しっぱなしにしとくとは、あんたも無防備だよね。何？勝手に人の部屋入んなよな。あんただって私の部屋勝手に入るじゃん。ってことで、あっち行こう。完全有利の負け。あたしも退散。じゃあね。なんだよ、みんなしてさ、この有利様を置いてくなんて10年早い。